世界一の PVP プレイヤーとも名高いダクアビスさんがサーバーを立てているこのサーバー、ダクアビスなんたらというサーバーにて、ゴッドコータンは結構長い時間入り浸っているんですね。その結果、コインは318枚だ、つまり33キルしてるんです。キル数、デス数、KD は 2.6 です。比べ物にならないくらい強いんですよ。あ、どうも、ゴッドコータンです。自慢ばかりしてすみませんね。今回は、こちらのサーバーにとある問題が起きているので、そのことについて動画にしていきたいと思います。ゴッドコータンはよくこのサーバーにいると言ってるじゃないですか。つまり、このサーバーに僕がずっといて、このサーバーの動画を撮ってるとさ、やっぱり来るんだよね。僕のことを殺したくて殺したくてたまらないっていう連中が。まあそういった類の人たちによく粘着されてるんだよね、僕。チャット見てごらん。このスクリーンショットの見て通り。ということで、今回はそんなちょっと僕に対して結構敵意ムンムンな子供たちのために、そういう人たち僕が狙われてもいいように最高の装備を購入していきたいと思います。まずは、今回ゴッドコータンが今まで集めてきたこのダイヤモンドのキットとか全部中に入れて、もし死んだとしても大丈夫なようにしておきましょうか。よし、それでは、キットを買うよ。ゴッドコータンは今から、ザコどもを全員狩り尽くせるような最強のキットを買う。タンクキットだ。このタンクキットっていうのは、このサーバーにおける最強のキットの一つとも言われているらしい。ロケット花火のクロスボウ、上位の金リンゴ、金リンゴ、そして、盾、待ってくれ、最強すぎない？ダメージ軽減1のネザライトの装備。うわぁ、タートルマスターのポーション、これ持ってたら最強じゃん。耐性3ってことはほとんどダメージ食らわないぞ。ということで、ゴッドコータンは今からこれらのね、武器、防具、装備を使って最強な戦いを見せていきたいと思います。今日はそういう動画です。それでは行くよ！それでは行くよ！ちなみに僕はこの動画では死ぬつもりありませんので、理由は簡単。死んでしまったらせっかく集めたこの33級という凄まじいステータスは全て水縄になってしまうからね。なので、このサーバーで死にそうになったら、スラッシュスポーンと打ちます。これを打つことによって5秒間じっとするとハブサバに戻れるんです。まあ、攻撃をされない限りね。うお！強い！強すぎる！なんだこれ！めちゃくちゃ強い！さすがネザレートの剣！ダイヤモンドの斧とほとんど変わらない攻撃力なのにもかかわらず、この攻撃、ちょっと、死ぬ！死んじゃう！死んじゃう！死んじゃう！怖いな。ネザレートの装備だったらさ、いけると思ったけど、よく考えたら、鉄のフル装備にダメージ軽減2だろ？ネザライトはダメージ軽減1だからな。防御力のエンチャント自体は、鉄に劣るんだよ。そしてゴッドコータンは、ダイヤモンドよりも、剣よりも斧の方が好きだということを忘れていた。ネザライトの剣で今戦ってみたけれども、やっぱ僕はネザライトの斧の方が強いと思うな。攻撃の頻度と盾を無効化するというステータスの能力、これが僕に力をつけてくれる。今僕このサバにいるんだけど、いつもみたいに僕に向かっていつも戦いを挑んでくるような連中はいませんね。やっぱり時間が時間なのでしょうか。子供たちが多いからな、そういうことをしてくる人たちって。今回、今いる時間帯が15時ということもあって、みんなご飯を食べているのでしょう。そして、ワールドがリセットされました。リセットされると、街中のありとあらゆるところにチェストが出現するんです。で、そのチェストを右クリックすることによって、戦利品が入っています。その戦利品の中には、ダイヤモンドの装備とか、金のリンゴとか、いい感じのものが集まってるんですよね。なので、そういった類のものも使って、どんどん戦っていきましょうか。ちなみに、ダイヤモンドの斧にダメージ増加のエンチャントがついているっていうパターンもあるので、ネザライトの斧が最強というわけでもないんですよね。あながち。攻撃力自体は同じなので。なので、ここはネザライトの剣使った方がいいのかもしれないな。まあそこら辺は好きにしなって話か。そして、チェストの中に物が入ってたら、キラキラが生まれています。キラキラのエフェクトがついているチェストには、今このプレイヤーがしているような、まあ、装備が隠されているというわけです。だからこの人のために僕は弓を使って邪魔してあげましょうか。おい！お前が引っ下げてるそのダイヤモンドのレギンスをよこしなって、ゴッドコーターにそれをよこしなって、何なんだよ君さっきから僕に向かってしつっこいぞ、あっちへ行きなって言うんだようだ、バカバカ、だから剣は嫌いだ、盾でガードされちゃうからね。よーし、
強いっすよ。で、サライトのさ、このタンクキット、200コイン集めるだけで簡単に解放できるって考えたら、だいぶ壊れ性能な気がするな。で、今集めた弓の中にはエンチャントついてます。射撃ダメージ増加1です。なので、普通の弓よりも火力は高めなんだよね。こんな感じで、キラキラのチェストの中には、かなりいいアイテムがたくさん入っているんですよ。で、これらのアイテムを使って、いい感じの装備を集めていこうと思うよ。お、金の人参が入ってたね。このタンクキットでは金の人参が主な食料なので、これを使って中を満たしておきましょう。野菜なのにもかかわらず、金粉がまぶされているせいか、満腹度の上昇率はステーキよりも結構腹持ちがいいかったりするんです。さ、いつもみたいに誰か来いよ。僕に向かってよ。来たな。いつもの連中だ。ゴッドコータンがプライベートで戦っている時によく現れる人たちですよ。この人たちが僕に向かって集団で殺しにかかってくるから非常にうざったい。ちょ、やめろ。よっしゃ。お前僕がいつもプライベートでやってる時狙ってくるよな。今日はしないのか？はは気分がいいや。なんだ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 、やんのかやんのか、この野郎この野郎。いや、こ、ふっふっふっ。やっぱり盾は、やっぱ盾されるとね、剣は弱いんだよな。ほら。ちょ、バカ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 、あー嘘、マジか、あー最悪、はっ、あー僕のデザライト装備が、やっぱキットって弱いよ。200コイン使って買ったのに。ああ。だからチェストの中にダイヤモンドのフルを集めておいたのさ。まあ、なかなかむずいな、ネザライトキットっていうのは。いつもと違う武器や防具を使ってるってのもあるし、2対1でお互い交互に攻撃をされると、やっぱり守りが間に合わない。一回普通の鉄フル装備で潜ってみて何か変わるか試してみようか。鉄フル装備はいいな。フェアな気持ちで戦えるし、それに斧や剣も僕がいつも使っているようなものを使っているので、ネザライトの時よりも気持ち使いやすい。ほら。ほら、どうした？ほら、戦えてんだよ。って、こうやって、すぐ僕のところにこうやって寄ってくるんだから。見ろこれ！なんだよこの人たちは。僕に何か恨みでもあるのか？いつもの連中とは違って、この人たちはミントがいいですね。ちょっとやめてね。ちょっとやめてね。あー、危ない。ダイヤモンドのフル装備の人も逃げています。このマップでね、新しくなった時のキラキラチェストの中には、ダイヤモンドの防具各種1種類ずつ入ってるんですよ。ブーツ、レギンス、チェストプレート、それからヘルメット。それらをすべて集めることができれば、ダイヤモンドのフル装備になることだってできるわけです。高い高い200コインでメイスキットを買わずともね。だから運次第なところはある。ちなみに僕がエンダーチェストの中に入れておいたダイヤモンドのフル装備は、そんな感じでチェスト内から集めたものなので、200コインは一切使ってないんです。やるってのかよ！やるってよと、やるってのかよ！ふっふー！強すぎ！さすがゴッドコータン！天才すぎ！ネサライトのフル装備もいいっちゃいいんだけどね。やっぱり使い勝手は普通のこのデフォルトキットが一番だね。防御力こそネザライトいいけど、エンチャントの種類が分かってしまえば、ダイヤモンドの風装備の方が防御力が高かったりするんだよな。ノックバックに耐性がある分、PVP では有利が取れるかもしれないけれどもね。で、またこうやって、たくさん集まってくる。こいつさっき僕に向かって、ペコペコお辞儀してたくせに。やめろ！そうやって、2対1とか卑怯ですよ！うわ、危ねえの。なんだ、やんのか。やんのかよ。やんのかよ。やんのか。やんのか。ちょ、二人に狙われてる。おかしいよね。そんなおかしいじゃないですか。二人がさ、同時に同じ人のことを狙うってのは。まったく、フェアプレイの負の字もないですよ。ゴッドコータもそんなね、人たちのことを軽蔑します。ラースサーバーでもそうでした。みんな僕のことを狙うんです。PVP サーバーでも同じような感じです。僕のことをみんな狙うんです。はっはー。ざまあみろ。おい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 。僕のことを狙っていたのにもかかわらず、すぐにそうやって落ちてしまうのは、いささか問題だと思うかね。2.62 です。僕の KD は。6と2は僕の好きな数字です。6月20日生まれなので、そんなゴッドコーターのための数字は、なるべく維持していきたい。2.63 ではいいですけれども、2.62 だった場合は、今とは少し、ステータス的に劣ってしまうのでね。やるのか？うわ、
それずるい。お前ばっかり盾で防御して、こっちは盾で防御できないのずるい。お前ばっかり盾で防御してんのずるい。ふっ。あいた。エンダーパールは難しいな。でもって僕に対して集団でリンチするというのもなかなかに難しいな。それでは、もう一度行ってみようか。僕今ね、キル数がちょうど864なんだよね。一旦ダイヤモンドのフル装備に着替えて、もう一回みんなと一緒に戦いに混じっていこうかなというふうに思うよ。金リンゴとかそういった類のものもね、全部もろもろ集めておいて。なんだよお前気持ち悪い顔しやがって。僕に粘着するんじゃない。粘着していいのは蜂蜜ブロックだけにしておきな。さあ、ダイヤモンドフル装備ゴッドクーターの参上だ。死なないように注意しておこうな。死にそうになったらエンダーパールで逃げて、で5秒間その場に留まって、スポーンコマンドを打ってハブサバに逃げる。そうすることによって、なるべくデス数を増やさずにゲームを終わることができるっていうメリットがありますからね。さあ、どこにいる？おっちょこちょいの子供たち？やってきたな。ザコめ、ゴッドコーダーと戦いたいんだったら、もっと、出直して、来るんだ。な、よーし。うますぎる。僕、うますぎる。あー、うますぎる。うますぎる。ゴッドコーダー、心の俳句。やるのか？やるのか？僕のね、悪いところ教えてあげようか。エイム力がないことなんだよね。弓を必死に伸ばして、相手に当てようと努力するんだけれども、なかなかね、当たらないんだよ。あばよー。お前は一生そこだよー。じゃあな。あ、残念、トラップ。悩んのかお前。なんじゃも。あ、お辞儀してるだけか。僕のことを狙ってるからだ。このサーバーにはたくさんのトラップが眠っているんだ。そのトラップをうまく使うことによって、簡単に人、倒すことができる。お前みたいな、僕が穴のそばでうろうろしているところを見計らって、攻撃に転じてくる卑怯者もいるんでね。ふっ。ふっ。だ、お前さっきお辞儀してたろうが、お辞儀してんのにもかかわらずゴッドコーターに向かって牙を剥くとな。ひでえ話、ひどいことするわ。まあでもなんとか生き残ることができた。やっぱり僕 PVP してる時が一番生き生きしてるような気がするわ。アスレチックの時もそうなんだけどね、アスレチックも PVP もお互いに言えることは、やっぱり競い合っていて、かつ自分が有利に動いてる時はすごく気分がいいですね。自分が有利に働いている時だ。あばよ。あば。よ。あばよ。よっしゃ、今の綺麗じゃない？どうよ、今の。綺麗じゃない？クロスボウを使って華麗に相手をキルした。だからね、クロスボウは2本持っておいた方がいいんですよ。人を倒すことによって、クロスボウや弓、鉄のフル装備と、僕がデフォルトで持っている防具をいずれか落とします。こんな感じで。だいたいこういうのは3秒程度で消えてしまうんですが、消える前にアイテム欄に入れることによって、ちゃんと自分たちの手に持つことができるんでね。これは結構優秀です。僕、クロスボウ3連でいくね。よし。これで3連クロスボウ。最強モード。ジャキーン。うお、かっこよすぎ。で、このクロスボウを持ってすれば、逃げている体力の低めの相手に向かって、3連続でマシンガン撃つことができるんですよ。お前もね、しつっこいよ、さっきから。君たちしつっこいぞ！なんでそんなに僕に向かって攻撃を仕掛けてくるんだ！ふっ！あ、ずるい！僕のキルだ！返せ！僕のキルだぞ！あ、やばい、やばい、死んじゃう。すぐそうやって僕に立って、やめてね！あー、最悪だ！マンハントだ！僕がハントで相手がマンだ。違うな。僕がマンで君たちがハント側な。で、ゴッドコーターはハントされるなんて、もうごめんだね。そんなことされるぐらいだったら、こうやってエンダーパールで逃げちゃうもん。君たちがわからないところにね。だからエンダーパールは余分に何個か。おー、なんでそんないっぱいいるの？嘘だろ？逃げ帰ってるつもりだったのに、こんなに人がいるなんて思わんかった。3連クロスボウ！よっしゃ、今の上手くない？ 3 連続で相手に当てることができたが、ただバラバラの人間に当たっていたので、あんまり意味ないですね。で、こうやって僕のことを狙っているグループと、そうでないグループが入り乱れている結果、僕のことを追いかけている人たちが、お互いに攻撃をし合うっていうカオスな状態を作り出すんですよ。そうなっていると間にゴッドコーターはエンダーパールかなんかで逃げるんです。こうやって、二つの方向にエンダーパールを投げることによって、相手は僕がどちら方向に逃げてるのかがわからなくなるんですね。で、ここでスポーンコマンドを打ちます。約5秒間動かないでおきましょう。そうすることによって、あ、今僕のことを狙ってる人がいましたが、ハブサバへと生還することができる。キル数は4キルのまま維持されて、
デス数は決して減らない。これをすることによって KD を維持しつつ大量の人をキルしコインを集めることができるわけです。卑怯とは言う前にね、そういう機能を活用してるってだけだ。ズルじゃない。でもって867キルのデス数は300か、ちょっと多いな。まあ一時期チーターが流行っていたっていうのもあるから、そういう人に殺された分は差し引いたとしても、まあその場合は僕の方が強いか。よし、1000キル行ったらね、ランキングに乗りやすくなるんだよね。1600キルで10位に行くわけか。ちょっと頑張ってランキング乗っていきたいところではある。ってことで今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしく。今回はこのダークアビスさんが作った PVP サーバーで最強の戦術をみんなに紹介してみた。真似してもいいけど、嫌われるよ。ということでバイバーイ。